中学校の時4回振られて1回も付き合えたことないんやけど、高校入ってから彼女を作るにはどうしたらいい。中学校の時4回振られた理由を考えようぜ。傾向と対策やけん受験勉強と一緒よ。なんでかな、なんでかなって思っただけじゃ意味ない。なんでやったかしっかり考えろ。どうしてやるよ。4回も振られたんやったらソースがいっぱいあるやん。きっと4回も4ソースあるっちゃけん、これに当てはまらん行動しいよ。いや買おうとかいいよやん。いや別にね、あーでも学生の頃はな、学生だっけ、学生の頃はこれ正直これちょっときつい話にはなるかもしれんけど、正直顔と面白いとスポーツですか、ヤンキーか、顔がかっこいいか、話しとることが面白いか、スポーツがめっちゃできるか、ヤンキーか、正直これこの4本この4つの柱どれかがないと確かにモテんかもしれんけど、正直お前がブサイクでもよ、面白かったらモテるよ。別に俺の友達高校の頃バリブサイクやったけど、面白かったけん普通に彼女おった。でも面白くなるって難しいわけよね。でもヤンキーになるって簡単じゃん。やけんヤンキーはあんまかっこよくないやつが多い。そう、中にはとんでもねえイケメンもおるっちゃけど、なんかヤンキーはあんまかっこよくないやつが多いっちゃ。それはヤンキーがモテるけん。いやヤンキーになっとったら自然とね、なんかね、なんかかっこいい大人とかちょい悪のかっこいい先輩とかとつるむこと増えるけん、なんか自然とかっこよくなるっちゃうね。あれ難しいところ。いやでもそれって学生の頃だけっちゃう。正直この4つの言ってや、そのなんか顔がかっこいい、面白い、スポーツできる、ヤンキー、どれかでしかモテませんって学生の頃はって今言ったけど、言ったけど、まあ、大人になったら全部関係ないよ、うん、正直収入ドン、これこれです。大人になったら収入ボカン、これです。やけん死ぬほど金持ちになれそう、大人になったらこの4つが合わさって金に変わる。やけん今のうちに将来を見据えようぜ。そんな目先の1万拾うより先の100万拾おうぜ。お前が大人になってから死ぬほどモテてやるんだって、カイジみたいに俺は抜け出してやるんだ、この地下帝国から、俺は絶対に抜けるって、そう、この気持ちだけで死ぬほどお金稼げよ。そしたらお前将来ビッグになって俺のこと雇って